どうして？え？どうして鉛筆の両側削ってんの？いやこっちの方が便利じゃん。いや絶対不便でしょ。いやだからこう先が丸くなったり折れたりしてもすぐ尖った方使えるだろ。鉛筆削り使えばいいじゃん。いつもあるとは限んないじゃん。そんなに心配なら2本持ってればいい。だから2本持たなくても2本分の価値があるってことだろ。1本で2度美味しいんだよ。1本で2度美味しいねえ。邪魔すんな。芸能界のご意見番といえば東京では和田アキ子、うん、関西では上沼恵美子。なんで言うんだ。いやお前どうせ分かんなかっただろ。分かってたよ。むしろ大ファンだよ。はい、じゃあ早く行ってろ。アキ、鉛筆の両側削るのってどう思う？別に私もやるけど。やるよな。え、どうして？特に理由なんかないけど、うちでみんなこうやって使ってたし。うそ、お前そんな面白い家族いないだろ。だから大輝が思ってるほど別に特別なことじゃないの。あ、ちょっと今の大きかったね。あ、一本で二度悲しいね。今の地震、羽根さん超ビビってましたよ。ビビってねえし。揺れた瞬間、壁にへばりついてたじゃない。そんなことしてねえよ。あーちょっと何してんだよ。すいません。ああ大変だ。見てないで早く来なさい。ちょっとあーらららこちらでよろしいですか？お客さん、着きましたよ。お客さん、着きましたよ。お客さん、お客さん。あーコーヒーの染み全然落ちねえよ。いや、似合ってるよ。似合ってねえよ。大野さん、顎外れた、直して。よく見ると、日本列島に見えません？ん？あー、ほんとだ。大島、新島もちゃんとあるしね。これ、君たちのせいなんだからね。あれ虫かなこれ。あ、これにコーヒーこぼしたやつは誰だ。せっかく採取した細胞が台無しじゃねえかよ。コンタミン起こしてんだろお前か。違いますよ。僕もこれ被害者です。そこの二人乾かせ。いやでも今から解剖。いいから乾くっちょい。ほら来い。早く行けよ。死亡者真島花江40歳、職業はピアノ教室の講師。昨日午後8時頃上野駅からタクシーに乗車し、およそ1時間後に自宅に到着。運転手が気づいた時には後部座席ですでに息を引き取っていた。タクシーに乗る前の様子は？あ、運転手の話では特に変わった様子は見られなかったらしい。車内では世間話もしてたそうだ。タクシーを降りる直前に突然死したってことなんだ。まあ解剖してみないとはっきりとしたことは言えないけども、これはクラッシュシンドロームの疑いがあるな。クラッシュシンドローム、なんすかそれ。別名座滅症候群。君は結婚できない症候群。そろそろ訴えますよ。冗談だろ冗談。なあ、日本では14年前阪神淡路大震災の時、救助した後数分後から数時間後の間に50人もの人が突然死したことで一気に知られるようになった。一見軽症に見えるのに致死率の高い危険な症例と言えるね。事故などで手足が長時間圧迫された後急に解放されるとカリウムなどが過剰に放出されて心不全を引き起こすことがあるの。クラッシュシンドロームの特徴の一つは圧迫されてた箇所にできる帯状の皮膚変色。ちょっとここ見て。このアザ、母さんの足にアザがあるのおかしいもん。どうした、大丈夫か？すいません、何でもありません。なあ、はい、これなんだ。薬毒物が細胞に与える影響を調べてんだよ。遺体のいないようからわずかだが毒物の反応があったんだよ。死因はこいつじゃねえと思うがゼロじゃねえからな。 1% に満たない可能性でも探るってことですよ。なんで嬉しそうなんだよ。大きな事件の山場はデータの分析にかかってるんですよ。バーガー、海外ドラマの見過ぎだよ。せーの、あきちゃん。
北島康介だ。何も言えねえ。いやできねえよ。やったことねえ。やったことねえよ。超気持ちいい。あ、くじいた。さっきの足の技、うちのお母さんの時とすごく似てたの。え、お母さんの時？私のお母さん、7歳の時に死んじゃったんだけど、足にあざがあるのおかしいって言っても誰も相手にしてくれなかった。15年間ずっと分からなくて悩んでたことに、なんか光が差した気がして動揺しちゃった。だから法医学志したの。この番組は旭化成、P&G、トヨタ、エステー、サントリー、メナード化粧品の提供でお送りします。15年前ってことは、阪神大震災が起こるちょっと前ぐらいか。クラッシュシンドロームがまだ世間に知られる前だったんだな。ちょっとちょっと、男だったら責任持って盛り上げなさいよ。さっきからアキちゃん浮かない顔してんじゃん。鍋なんて頼んでないですよ。アキちゃん、これ食べて元気出しなさい。おばさんからのサービスです。うわ、うまそう。冬の定番、韓国風チゲ鍋。なんで韓国？何度も言いますけど、ここ沖縄料理屋ですよね。料理に国境も赤道もないだろ。赤道はいらないですけど、国境は必要でしょ。じゃあさ、こじゃれた寿司屋に置いてあるワインはどうなのね。どうして蕎麦屋なのに BGM がジャズなのね。どうして若者はズボンをパンツっていうのね。どうして？落ち着いて。最後のよくわかんないから早く食べなさい。アキはさ、今でも違うって思ってんだろ。お母さんは過労で倒れたわけじゃないって。お母さんね、工場の仕事してたんだけど、タイムカードは帰る直前に押すのが習慣だったの。でもあの日タイムカード押した後なのに、デスクに座ったまま息を引き取ってた。おかしいなってずっと思ってた。前の日にはなかったのに、なんで足にあざがあるんだろう。仕事終わったのに、なんでデスクに戻ったんだろうって。それって今からでも調べられるんじゃないの？だっておかしいと思ってんでしょ。でももう15年も前のことだし。やれるだけのことやってみればいいじゃん。そうだよ、やってみろよ。お前も手伝うんだよ。え？おばさんに言われただろ、男なら責任持って盛り上げろって。久しぶりだな。いいとこだな。2時間に1本しかないよ。わあ、映画館並みだな。アキ、
久保明さん。はい。知らねえな。もう10年くらい前にオーナーも変わっちゃってるしね。その頃のこと知ってるっつったらまあ。あ、陣さん。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 あ、お久しぶりです。私かなこです。久保明かなこです。かなこちゃんって。ゆきさんの娘さんか。はい、はい。ゆきさんがいた頃の工場は本当に明るかった。まあ仕事には厳しかったけどね、いつもみんなに声をかけてくれてな。ゆきさんのことを知ってる工場の人って仁さんだけなんですか。ああ、俺が最後になっちまったからな。あの日母がどうしてたのか知りたいんです。この工場で何があったのか。ずいぶん昔の話だからね。アキ、なんか分かるかもしんないね。あった。退出記録は18時3分。他の人の勤務記録も18時までになってる。やっぱり一人で残ってたのかな。どう、なんか分かったかね。じいさん、15年前にユキさんと一緒にここで働いてた人の住所って分かりますか。お願いします。はい、やり直し。え、お前結果を出そうと思って焦っただろう。濃度がちょっとずつ増えてんだよ。この仕事勘違いしてねえか。俺たちに求められてんのはよ、鮮やかに証拠をあぶり出すことじゃねえんだよ。鉛筆で一個一個マスを塗りつぶすみたいに同じことを繰り返すだけで、そうしねえと真実は見えてこねえんだよ。ん、ユキさんか。仕事の担当が全然違ったから朝と帰りに挨拶するくらいしか接点なかったんだよね。八木さんはどんな仕事をされてたんですか。完成したパイプ椅子を検品して納品する作業。それで腰やっちゃって、10年前から親父の後継いでこの店やってんだ。仁さんのがユキさんのこといろいろ知ってるんじゃないかな。二人仲良かったし。あの、このあんこ玉5個ください。50円。はい。懐かしい。お待たせしました。すいません突然。高田翔次郎さんって方こちらにいらっしゃいませんか。君島製作所を辞めてこちらで働いてたと思うんですけど。もう2年も前に辞めましたけど。そうですか。ここだけの話、夜逃げしちゃったのよ。よっぽどお金に困ってたみたいよ。さよなら。さよなら。あ、当たった。あ、すごくないこれ。はいはい、おめでとう。あ、これ懐かしいな。俺さ、小さい頃1枚でも多く写ってやろうと思っていつもカメラマンのことマークしてたんだよね。目に浮かぶ。だから行事の写真とか見返すとさ、だいたいこう真ん中の一番いいポジションに写ってるの。私と真逆だね。え、学校の行事とか嫌いだった。どうして。お母さん、日曜日も別の仕事しててさ、授業参観とか運動会とか全然来れなくて。まあお母さんにとったらそれどころじゃなかったんだろうけど。でもやっぱり他のお母さんが来てるの見ると羨ましいなって。
行こっか。事件の日のことは覚えてるよ。この辺じゃあんまり死亡事件に立ち会うことはないからね。どんな些細なことでもいいんです。覚えてることがあったら教えてください。俺なんかに話聞くより検視調書を見たら詳しく書いてあるだろう。検視調書、そんなのを見れるんですか？遺族ならお願いすれば見せてくれると思うけど。帰りのバス間に合うのかな。俺ちょっと行ってくるわ。え、どこに？ちょっと気になることあってさ。アキどうすんだよ。一緒に先帰ってて、最終のバスには間に合うから。すいません、すいません。あの、一つ聞き忘れてたことがあるんですけど、ユキさんってどんな作業やってたんですか？ああ、パイプ椅子のパイプの部分があるでしょう、あれ。ああ。いや、仕事はね、プロ中のプロだったよ。男なんか目じゃないってぐらいにね、ちんたら仕事やってるやつには厳しかったからね。だから若いやつでユキさんのことを鬱陶しく思ってるやつはいたかもしれねえな。もううちじゃパイプ椅子を作ってないからね、この機械も使ってねえんだ。当時の得意先のリストみたいなのってあります？あ、ちょっと待ってて。はい。私はいつもここで一人弁当を食べてたな。ああ、意外ですね。明るい人だって聞いてたから。だろう。それで俺も一度ね、聞いてみたことがあるんだ。どうしてみんなと一緒に食べないんだって。そしたらなんて言ったと思う？手抜き弁当見られるの恥ずかしいからだってさ。遺体が残ってないからね、クラッシュシンドロームの可能性十分にあるけど断定はできないな。血中や尿中のミオグロビンの量が測定できて初めてクラッシュシンドロームだと推測できるわけだから。今さらいくら頑張っても死因は分からないってことなんですね。事故に遭ったとかそういう証言が出てこない限りは難しいかもな。そうですか、わかりました。ありがとうございました。クラッシュシンドロームってのはさ、死因の中で唯一人の優しさが引き起こす死なんだ。優しさですか？阪神淡路大震災の時にレスキュー隊の手が足りない地域では、近所の人たちが総出で倒壊した家の中に埋もれた人たちを救助した。まあ見捨てるわけにはいかないからね、そういった気持ちから必死で助け出した。それが死につながることだとは誰も思ってなかったからね。だからクラッシュシンドロームってのは悲しいことだけどそういう死なんだ。見りゃ分かんだろう、こっちは暇じゃねえんだよ。そこをなんとかお願いします。こいつらのせいでよ、遺族は死因の判定を3日も余計待たされてんだぞ。仲間のことかもしんねえけどよ、何を優先すべきかちっと考えりゃお前わかんだろ。失礼しました。
アキ帰るぞ。どうぞ。君島製作所さんですよね。はい。ここと隣の会議室の椅子は全部そうですね。記録では300脚購入してますけど、そんなの見てどうするんですか？あ、気にしないでください。お前バカじゃねえの。え、バス乗り遅れたの？ユキさんがつけてた手袋の分析頼んだんだけどさ、カブラギさんに全く相手にされなかった。はい、東林大学法医学研究室です。そちらに石松亮介はおりますでしょうか？もう帰ったようなんですが、失礼ですけど。亮介の父です。どういう手違いか分かりませんが、どうもうちの息子がそちらのゼミに入ってしまったようで、すぐに辞めさせて島田教授のゼミに移動させます。教授にもそうお伝えください。いいんですか、本人はそれで。魔が差しただけですよ。法医学を本気でやろうと思ってるとは到底思えない。大輝はよくやるよな。佐川先生に強引に引っ張られて法医学始めたのにさ、あんなに夢中になってやってるし、あ、やっぱこいつはすげえなーって思うとこあるしさ。亜希もすげえと思うよ。え？両親いないのに必死に勉強して医大に入って、ちゃんと目的持って法医学者を目指してる。たまたま奨学金取れただけだし。いや、俺なんてさ、親父の敷いたレール通りに医大に入っただけで、目的もビジョンも何にもなかった。親父は一代で今の病院作ってすげえなって思う。でも俺には後継ぐなんて無理だなって思った。怖くなったんだよ、生きてる患者さんと向き合うのがさ。だから法医学にしたんだ。え？ 笑っちゃうくらい後ろ向きだろ。法医学は生きてる人間と向き合わなくて済む。それだけの理由でこの道目指してるバカなんてさ、多分世界中探しても俺しかいないと思うよ。私だって本当に法医学でよかったのかなって思うことあるよ。ずっと知りたかった15年前のことだって結局わからないままだった。凌介さん、差し入れ買ってきた。あったかいし食べて。ありがとうございます。うん、お前いいやつだな。自分でもたまにそう思うね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。俺も手伝うからさ。え、急にどうした？分析結果出るの3日も待ってんだろ、この遺族。そうですけど、早く終わらせて鏑木さんにもう一回秋の母ちゃんの分析頼みたいんだ。秋はさ、知りたいって思い続けて15年も待ってんだよな。
いい加減待ちすぎだろ。しゃ。じゃあこれ準備に移しててください。あ、OK。あ、何君、食べたっす。いいや、小倉さんは仕事してますね。いいだろ、明日で。もしもし、なんだ秋か。どうした。お母さんの手袋についてた成分頼んだけどダメだったんだろ。今来たら机に分析結果が置いてあったの。鏑木さんがみんなと一緒に徹夜でやってくれたみたい。そっか。データ読み上げるね。ああ、ちょっと待って。いいよ。鉄やその他の金属片、それとアクリル系ポリマー。アクリル系ポリマーって何？シールの粘着部分とかに使用されてる成分。どれも工場にありそうなものだし、手がかりになりそうなものはないみたいだね。もう昔のことだし、やっぱりそう簡単にはわからない。ユキさんってどんな作業やってたんですか？パイプ椅子のパイプの部分があるでしょ。あれ新太郎、仕事やってるやつには厳しかったからね。ユキさんのことを鬱陶しく思ってるやつはいたかもしれねえな。パイプ椅子。ねえ、聞いてるの？アキ、今からこっち来いよ。なんで？いいから早く急がないとバス2時間待たされるぞ。乗り遅れた人に言われたくないんですけど。ムカつく。おはようございます。おはよう。話があるんだけど、ちょっといいかな？もちろん。有名なお父さん持つと大変よね。こうなることなんとなく分かってたんでしょ？でもあなたにお礼を言わなきゃね。え？あなたたちがゼミに入ってきた時にね、佐川先生と何人残るか賭けをしたのよ。佐川先生は最後まで5人全員残るって賭けたから、これで私の負けはなくなった。待ってください。俺、楽しくなってきちゃったんですよね、法医学。だからこのゼミやめません。玲子さんには申し訳ないんですけど、最後まで残りますから。私じゃなくてもっと言うべき人がいると思わない？お父さんとちゃんと戦えるの？バイバイ。気をつけてね。こんにちは。ああ、また来たの。これ当たりました。おお、はい、ね、じゃあこっちの大きいの。ちょっとちょっと、うん、ちょっと待って。うん、あ、さあ、わざわざ来たんだけど。ラムネ1本もらえます？100円。はい、ね、バスの時間だってあるんだからね。よしよし、うん、ね、こいつ怒りっぽいと思いませんか？そうかな。何事もきっちりしないと気が済まないタイプなんですよ。そっちがだらしなさすぎるんでしょ。やっぱりユキさんに似たのかなって。え？もしかしたらなんですけど、15年前の2月7日、
一番最後にユキさんと話したのは八木さんじゃありませんか。あの日八木さんがパイプ椅子を納品に行った会社に行ってきたんです。八木さんが納品先を訪れた時間が記録に残っていました。21時過ぎです。工場から車で10分ほどの距離でも、工場のタイムカードには18時以降残っている工員の方はいませんでした。飯でも食べてたのかもしれない。納品を済ませる前にそんなことするでしょうか。納品したパイプ椅子を見せてもらったんです。そしたら椅子の裏に貼ってある検品シールの筆跡が一人じゃありませんでした。検品の仕事をしていたのは担当である八木さんだけだったはずです。でもそのシールにはユキさんの筆跡がありました。え？あの日ユキさんは工場に残って八木さんと一緒に残業していたんだと思うんです。ユキさんがあの日つけていた手袋から検品シールを貼るときに使う糊の成分が見つかりました。ユキさんが普段の作業では決して触らないものですよね。あの日確かにユキさんと最後まで工場にいました。お疲れ様。お疲れ様でした。これから納品。ご苦労様。行きます。八木くん、検品シールって企画新しいのに変わったはずじゃない。あの納期今日までなんです。品質的には問題ないし、今回はこれで行かせてください。すいません。諦めたらその人の人生はそこでおしまいだって、どっかの偉い人も言ってるでしょ。まあいいか、これでいいよが堕落の始まり。これは小学校の時の担任の言葉。何ぼさっとしてんの。さっさとやるよ。いつも同じ作業ばっかりやってるから、たまには普段やらない作業やるのも楽しいもんね。ユキさん、僕に気を使わせないように最後まで楽しそうに作業してた。ありがとうございました。早く納品行っちゃいなさい。片付けはやっといてあげるから。いやでも。でもじゃない、お客さん待たすバカがどこにいんの。はい、じゃあ急いで戻ってきます。帰ってくるまで1時間ぐらいかかっちゃって、もう帰ったかなと思ってたらユキさんの自転車が残ってたんだよ。ユキさん、ユキさん、ユキさん、ユキ、ユキさん大丈夫ですか。ユキさん、ヤギくん、大丈夫ですか。倒れてきて、びっくりしちゃった。病院行った方がいいんじゃないですか。骨も折れてないし平気平気、尻尾でも貼っとけば大丈夫よ。車あるし送ってきますよ。あんたもうしつこいわね。私うちに電話してから帰るから先帰って。
ほら早く、奥さん待ってんでしょ。今日は本当にありがとうございました。じゃあ明日またね。お疲れ様でした。お疲れ様。おやすみ。失礼します。まさかあのまま息引き取るなんて思ってなくて。余計な仕事で無理したせいで心臓発作を起こしたんじゃないかと思った。怖くて名乗り出らなくて。本当に申し訳ないと思ってます。正直もっと早く言ってくれればよかったのにって思います。15年間知りたくてずっと待ってましたから。でも八木さんのせいじゃありません。母はおそらくクラッシュシンドロームという症状で亡くなったんだと思います。それが分かっただけでも感謝しています。話してくれてありがとうございました。一番最初にここに来た時思ったんです。お菓子の値札の数字がユキさんの数字の書き方だなって。ユキさんの7の数字の書き方特徴ありますよね。横に棒がチョンって入ってる。八木さんが書いた方の検品シール途中までは普通の7だったんですね。もうダメ、あんたの7は1と紛らわしい、はい、私みたいに7の横にチョンって横棒つけなさい。え？じゃないの。社会人になってから書く字はね、自分のためじゃなくて人に読んでもらうための字なのよ。ほら書いて。はい。ちょん。あの日以来、奈々を書くたびにゆきさんのことを思い出しちゃって。ありがとうございました。ああ、何してんのこんなところで。うん、一つだけどうしても気になってたことがあったんだけど、思ってた通りだった。何が。ユキさん結構仕事サボってたんだな。え、あんたね、ユキさんを侮辱するようなことを言ったら承知しないよ。だってこれ機械のマニュアルが置いてあるのかと思ったらこんなもん置いてあったんですよ。本当はどんな親よりも気になってたんだな。
授業参観も運動会も本当は行きたくて行きたくてたまんなかったんだよきっと。そうだと思うよ。娘の後ろ姿しか写ってない写真までわざわざ買う親はゆきさんぐらいしかいなかったと思うよ。仁さんからゆきさんがここで一人で昼ご飯食べてたって聞いた時不思議に思ったんだよ。みんなの中心にいたような明るいお母さんがどうしてだろうって。きっとここで写真見ながら弁当食べてたんだな。一緒にいれなくて一番寂しい思いをしてるのはお母さんだってこと。よしできた。やったウインナー美味しそう。美味しいぞ。うわまたのり弁。文句言わないの。別々の場所にいても今日も三人同じお弁当を食べるんだぞ。失礼します。失礼します。昨日は秋の母さんの件一緒に調べていただいてありがとうございました。失礼しました。失礼します。おい眠ってんだよ。ちょっとコーヒー入れてくれ。今度はこぼすなよ。このゼミやめません。最後まで残りますから。お父さんとちゃんと戦えるの？答え間違ってた。え？芸能界のご意見番といえば東京では和田アキ子、関西では屋敷隆司だよね。俺上沼恵美子と勘違いしてた。凌介に悪いことしたな。あれさっきなんか言いかけてた。なんでもないや。いや途中だっただろ言えよ。もういいの。ゆきさんが聞いてたら怒ると思うよ。諦めたら
その人の人生はそこでおしまいだって。そうだね。で何？何でもない。いや教えて。なんか言いたいことあんだろ？何でもないって。え？近いよ。なんだよな、アキ。たまにはね、二人なんだからね。は？だからね、普通の会話をすればいいんですよ。気持ち悪い。え？もうなんだ？アキ、なあ、お前歩いて帰るの？歩いて帰る。あ、お前バスなくなっちゃうよ。いいよ。いいの、アキちゃん。だから道のりは。何も知らねえくせに知ったような顔して喋ってんじゃねえよ。こいつは高校の時の連れなんだよ。大麻なんかやるやつじゃない。あんな凌介初めて見たよ。どんな遺体を前にしても冷静でいなければならない。俺たち大事なことを見逃してたんだよ。凌介行こう。もういいって。自分なりに。この番組は朝日化成 P&G 力になれたらなって思ったんです。トヨタ、エステイ、キャベツとレタスはマヨネーズが一番美味しいの。勝手なこと言うな。サントリーメナード化粧品の提供でお送りしました。避けないです。このままじゃ凌介乗り越えられない気がするんだよ。